はい、今日の朝ごはん。はい、今日の朝ごはんはですね、こちら、ばかり。はい、おかゆでございます。ミルクがゆですね。じゃあ、いただきます。いつも通りのお味だ。今日は、スクランブルエッグにグリーンのピーマンかな、入ってます。ソーセージが2本に増えてますね。チャパティも1本増えたかな。2班やっぱお茶はいいっすわ。これね、多いお茶持ってきてます。飲み物もね、イングリッシュティーとチョコレート、なんつうの、ホットチョコレートか、あとコーヒーもねあります。すごい飲み物充実してますよ。Hey guys, it's AmaZ。 皆さんこんにちは、AmaZ です。昨日の夜はですね、全身に北海道張って8時ぐらいに寝ました。そしたらね、結構あったかくね寝れて、まあ、寒いっちゃ寒いんですけど、2日間の夜に比べたら、しっかり寝れた気がします。なんで体調は結構いいですね。で、今日でキリマンジャロ登山は4日目になります。まだ4日目。はい、ここがバランコキャンプっていうんですけど、ここで標高が3000と 900m ぐらいで、今日はですね4時間ぐらい歩いてカランガキャンプっていうところにね向かいます。4時間ぐらいなんで、今日は短い日ですね、歩くのが。カランガキャンプが4000と 35m ですね。標高が 100m ぐらい中に上がるくらいなんで、まあ、4000m で鳴らすみたいな日になります。いい天気ですね。じゃあね、キリマンジャロ登山4日目行ってみましょう。後ろにはキリマンジャロの頂上が見えております。そうだよね。はい、キリマンジャロ登山、4日目スタートしました。もうねちょっと登り始めちゃいました。今日は4時間ぐらいなんで、まあ余裕っちゃ余裕だと思って、重いレンズ持ってきたらめちゃくちゃ大変です。ということで今日も一日登っていきましょう。登っていきましょう。Good? Yes, good. Okay. Munich, Munich, Munich. Oh, we go to Munich.はい、登り始めて1時間半ぐらいね経ちました。もうね、ここの登りはもうめちゃくちゃ岩場、もう両手使わないと登れないぐらいで。動画撮ってる余裕はもう一切ありませんでした。今ここが 4200m ですね、はい、それではねあと2時間半ぐらいです。行きましょう。今日のキャンプ地が見えてきました。雲の中でちょっと見づらいんですけど見えてきました。で、ここを下ってって最後ここずーっと登るとキャンプ地があります。is 30 minutes。じゃあね最後行きましょう。はい、カランガキャンプです、登り始め20分ぐらいは岩場で、そうですね、やっぱ登山素人なんで岩場の足の置き場、それを見つけるのが大変でしたね。なんでガイドの、どういう足を踏んでるかっていうのを見て、進んでいくと結構楽に、行けたような気がします。ということでここは標高3995ですね。でキャンプ地はこんな感じです。ちょっとガスっちゃっててよく見えないんですけど、結構急っすねこのキャンプは。はい、ということで今日はここで、終わりです。で、明日はあっちですね。今見えてるあっちに登っていきます。じゃあね、この後はお昼ご飯食べたいと思います。はい、ということで今日もね、無事キャンプ地に着けたということで、早速行きましょう。今日のおやつ。はい、こちらです。メープルシロップを練り込んだメープルカステラです。可愛いですね。この、動物の形になっているみたいですね。ではね、いただきます。すげえゴロゴロになっちゃってる。うん、美味しい。はい、ジャパニーズカステラどうすか。うん、じゃあね、皆さんにも食べてもらいたいと思います。はい、Today's snack カステラ、どうぞどうぞ食べてみて。はい、今日のランチです。マカロニ、なんじゃこれ、カレー煮物です。なんかひき肉入ってて、カレーみたいな感じですね。いただきます。パクチーが効いてますね。雨がすごいです。よかった、雨降る前について。これは公園にかけるのかな。すごい雨っすわ。なんかね、降ったりやんだり、晴れたり曇ったり、ほんと山だから安定しない。これはツナっすね。こうして今までの料理の中で一番食べやすい気がします。はい、今日の夜ご飯です。フライドチキンと、あとご飯と、スープです。ちょっとしかし、やばいっす、匂いが。そのご飯の匂いがさ、いつもの匂いなんだけど、もう体がなんか受け付けてない匂いよ。あー、やばい。なんだろうね。やっぱ高度の影響というか、出てんのかなっていう感じです。ちょっと匂いきついっすわ。あー、きつい。よいしょ。ああ、なんかね、来てますよ、頭に。昨日のキャンプ地とね、高度はあんまり100メートルぐらいしか変わんないんですけど、なんか頭の痛みがちょっとしますね。で、さっき、夕ご飯ね、来たんですけど、ちょっとご飯の匂いがもう全然嗅いだら気持ち悪くなっちゃう感じだったんで、ちょっとダメっすわ。外で食います、気持ち悪くなっちゃうんで。ということで、今日の夜ご飯はこちらです。なんかよくわかんないの。なんかきついな。はい、ということで今日はですね、バランコキャンプからカランガキャンプまで来ました。4時間ぐらい歩きました。さっきね、テントの中で休んでたら頭痛くなっちゃって、動いてる時はいいんですけどね、休んでる時、ちょっとね、高度の影響が出てます。はい。ちょっと食べ物の匂いもちょっときつくなってきて、この、ちょっとね、苦しい時間帯が来たかなという感じです。明日、4600まで、上がって、でその夜に頂上までアタックするということになります。なんでね、もうすぐで頂上です。体力的には大丈夫、高度の問題がちょっとありそうかなというところです。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。